脂肪を燃やしたい方は一緒に10分頑張りましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ね、10分間全身フルボディを使えるエクササイズです。難しくないので一緒に頑張ってもらえたらと思います。準備 3、2、1、GO！ はい、まずは歩いて体を温めていきます。できるだけ太ももを高く上げてください。腰ぐらいの高さまで上げるのがちょうどいいです。手はしっかり振ります。腕は前に振るというより後ろに引くっていうイメージ。振ることで動きが大きくできます。45秒動いて15秒歩きます。下に響く方はね、足を下ろすときにゆっくりついてください。できるだけ胸を張って、休憩ですがね、そのままね、歩き続けてください。休憩の間は呼吸が戻りきらないように適度なスピードで歩いて、体を休めながら、今ジャンピングジャックです。できるだけ動きを大きくしてください。こんな感じでね、ちっちゃくならないように大きく。ふくらはぎが張りやすい方はかかとを1回ずつ下ろしてください。ベタ足ジャンプする感じです。慣れてる方は動きを速く、これぐらいのイメージで速くしてください。きつい方はマイペースで最後までやりきってください。今度はね、バイシクルクランチ。クランチをしながら足をクロスして走ります。こんな感じで肘で膝を迎えに行くんではなく、背中をしっかり丸めるイメージです。1回ずつ息を吐いてください。早くやるように1回ずつしっかりお腹を浮かすイメージで背中を丸めてください。早くなってしまうと動きがね、雑になってしまうので、やります。次はね、レッドバック。こういう感じでね、片足ずつ左右対称的に動かしていきます。こういう感じです。腰掛けて難しいんですけどね、左右対称です。右手を伸ばしたら左足伸ばします。首が疲れる方は首をついてください。大丈夫な方は起きたままです。OK です。ちょっとね、動きのあるデッドバーグは難しいっすよね、ちょっとね。今度はヒップリフトです。お尻を2秒で下げて1秒でアップです。膝は開かないようにしっかりキープです。1秒アップです。お尻が床につく手前で上がってください。やはり床をお尻を上げるっていうよりも床を踏むイメージです。お尻は締めたままです。今度はね、レッグレイズ、下側に効く動きを行っていきます。腰を打たないように注意です。下ろすときはゆっくり腰が浮かないように。腰が浮いちゃう方は少し膝を曲げていいです。慣れてる方は伸ばしてください。足を伸ばすことによって腰が浮いてしまう場合はちょっと曲げておいてください。足を遠くに持っていくイメージです。あと少しです。頑張りましょう。今度はね、ワイドスクワットです。2秒ダウン、2秒アップです。しっかり胸を張って、ふくらはぎが張りやすい方はかかとを浮かしていってください。前もま張っちゃう方もかかとを浮かしてください。大丈夫な方はかかとをつけて、できるだけ膝を開くことで内転筋に効きます。立つときは内ももとお尻を意識してギュッと締める感じです。お尻がこれは後ろに出ないようにおへその穴を上向けとくイメージで動かしてください。はい、いきます。今度はね、体のエクササイズ、前蹴りといってももを抱えて足を前に出します。しっかり足を抱えて出してください。いきます。左右です。しっかりももを上げて蹴る側の手を後ろに振ります。どっちも蹴るときは真ん中を蹴るイメージです。足の前ではなく体を寄せて蹴る、寄せて蹴るというイメージです。相手のみぞおちを狙って蹴るので、できるだけ足を高く上げて腰を前に出すイメージ、遠くに突き飛ばす感じで蹴ってください。片足になることで体幹も鍛えられます。はい、やります。今度はね、横に蹴ります。横から来た相手の膝を狙って蹴っていきます。横から来る相手の膝を狙って足の横で蹴ります。蹴ったらすぐ戻します。横から来た相手の膝を蹴ってこっちに来ないように止めるイメージです。蹴ったらすぐ戻します。体が前かがみにならないように体はまっすぐです。少しです。やります。最後はダッシュです。ダッシュが終わったら息が上がってますので、最後は歩きながら呼吸を戻しましょう。はい、ダッシュです。下に響く方はね、座布団かなんか引いてください。で、足はね、ゆっくり下ろすイメージで、足をできるだけ速くしてください。足を速くすると手が動きます。手は前に出すんではなく後ろに引くイメージで動かします。残り9秒ペース上げます。はい、すぐ止まるのね、呼吸もったいないんで、ゆっくり呼吸を戻す感じで脂肪とカロリー燃やしていきましょう。だいたい1分ぐらい歩いてください。だいぶ皆さんもね、もうこれ3日目となると慣れてきましたよね。だいぶね、今からどんどんねエクササイズいろいろメニュー増やしますんで、ちょっとずつ体力つけて、脂肪が減ればね体は軽くなりますんでね、今からどんどん辛くなるってことはないので頑張ってもらえたらと思います。はい、 OK です。はい、お疲れ様でした。いや10分間でもねいい汗かけますね。やっぱ汗っていうのはね、日頃かかない人は老廃物の出す方法っていうのがおしっこやまたね大の方で出すしかないので、やはり汗をしっかりかいてね、塩分取りすぎてる人、そういった方もお水飲んでしっかり汗かけばむくまないような足になりますし、こうやって汗をかくことでね気分転換、ストレス発散になりますから、できるだけね動く前は水分取ってもらって、でやはり痩せたい方は汗もしっかり出すことによってね体の熱も落ちやすくなりますし、体温調節上手になりますから、ちょっと厚着をしてもらってね動いてもらうのが効果的かなと思います。ということでまた次も頑張っていきましょう。頑張った方よかったらコメント待ってます。ご視聴ありがとうございました。